どんな気分今ですか？何、無心です。私はこれはオーディションだから、なんか最後とかよりもなんかすごいちゃんとステージを作り上げたいって気持ちの方が大きい気がする。緊張とか不安とかよりもなんかちゃんとしたものを作り上げたいから、そう、この自分が踊れる曲も限られてるし、歌える曲も限られてるから、その中で自分が今まで1ヶ月半やってきたことをどれだけ表現して伝えられるかを明日はちょっと頑張りたいなって思います。なんか結果、なんか今まで1ヶ月半ダンスレッスンもボイトレもやらせていただいて、結果はすごく多分大事かもしれないけど、なんかそれ以上になんかそのやってきたことをどう見せられるかの方が大事なんじゃないかなって、自分の思いをどう歌とダンスに表現できるかの方が、なんか自分にとってもこれからにとってもなんかすごい人としてなんか成長できるこの機会をいただいてる気がするから、そこを頑張りたいな。なんか私はなんかもう結果とかじゃなくての方の気持ちの方が大きい気がするんですよね、今の段階に来ると。選ばれるとかそういう気持ちもなくはないけど、なんかそこよりも全然本当になんかちゃんとステージを作りたいって気持ちの方がすごく大きくて、ちゃんとみんなの記憶に残るものをなんか作って、この4人と7人とスタッフさんたくさんと、あとファンの皆さんまでなんかすごい大きなものを作り上げた方が価値のあるものになるんじゃないかなって、なんかそこになんか行き着いちゃって、なんか変ですよね。頑張りましょう。1ヶ月半、その今日をそうやってみんなと豊洲でするパフォーマンスを一緒に練習してきたから、それをちゃんとその頑張った分ちゃんと出し切れたらいいなって思います。なんだろう、ちょっとは自分に自信を持てたかなって思います。もともとその歯の矯正とかしてて、あんまり歯を見せて笑うことあんまり好きじゃなくて、自然には笑えるんですけど、そのあんまり好きじゃなくて、でもなんか笑顔が可愛いって言ってもらえることが多くなって、その笑うことが笑える自信が出てきたっていうのもあるから、そのパフォーマンスしてる時もちゃんと笑顔でそれを見せれたらいいなって思います。不安、その明日でこの7人の誰かの運命が変わるっていうのが、それはまあ自分が選ばれたいっていうのはみんなあると思うけど、それが自分、その本当に7人本当にすごいそれぞれ違って、みんなのパフォーマンス見てみんなすごい表現とか自分がないものを思ってたり、それからその今は自分が受かるって 100% 思えないけど、でもステージ立つときはその気持ちで、自分がメンバーになった気持ちでパフォーマンスしなきゃ、その神宿さんの中に入って浮いちゃうと思うから、その気持ちは大切にしたいと思う。自分の本当の気持ちからすると、まあその全員そうだと思う、自分が選ばれたいっていうのは全員そうだと思うんですけど、そのこの今いい経験っていう、あれ今すごい経験をしてきてるっていうことを、そのいい経験だけで終わらせたくなくいいってすごい今強く思います。なんかリハとかだと、その鏡あると逆にその意識しちゃって表情とかが全然作れなくて、でも本当は楽しんでるけどそれを表現できなくて、でも昨日鏡なしでやった時の方がなんか笑えてたっていうか、楽しそうに見えたって言ってもらえたから、なんだろう、
もう緊張とか通り越して、もうステージの上だったらなんかはっちゃけれるんじゃないかなって今思ってて、うん、そうなる予定です。そう、はっちゃけ、でもなんか違う気がする。その目の前に本当に自分のことこうわーって乗り上がってくれる人がいれば、うん、なんか変われる気がします。でも今はどうしよう、 できないかもしれないってよりは楽しみだなって気持ちの方が強いです本当に楽しくて、今本当に楽しくて、この1ヶ月。もちろん辛いこともあったし、なんでこんなに辛い思いしなきゃいけないんだって思ったこともあったけど、それも含めて楽しかったっていうか、こんなになんかに一生懸命になることなかったなと思って、人生で一番本当に辛くて楽しかった1ヶ月でしただから昨日なこちゃんが泣いてたように、この空間が終わってしまうんだと思って、受かったとしても落ちたとしても今の7人でこうやって活動することってもうないじゃないですか。それがすごい寂しいなって思います。本当にこれで良かったのかなと思って、私変われたのかなって。頑張ります、本当に。昨日なんかリハ終わって一人で帰ってて本当悲しくてこれ終わるのがなんか音楽聴きながら帰ってて一人で、あ、終わっちゃうんだと思って、すごい泣きそうだったんですよね。なんか最後にダンスの先生が、キラちゃんめっちゃ良くなったよって、笑顔もいいしみたいな、めっちゃ見せ場あるから頑張ろうねみたいな、応援してるからねって言われて泣きそうになって、本当なんかすごいいろんな人が応援してくれて、すごいいい環境いるんだなと思って、本当なんか結果どうあれ、なんかパフォーマンスとして本当にオーディション関係なしで本当にライブとしてそうできたらいいなって、いいものがって思ってます。いっぱいいろんな勉強になったし、いろんなことに勉強したし、なんかずっとアイドルに憧れてて、実際にアイドルのお仕事してゲネとかフリーでボイトレとかやったりとか、やっぱいろんな例えば候補者のメンバーのみんなとか運営の方とかスタッフさんとかメンバーの方とか、やっぱみんなそれぞれ人っていろんな性格の人がいるし、自分の今までこういうとこがいけないんだなとか、こうグイグイ行ってこういうとここうなんだなとか、こうチームプレーをすごい学んだ、多分個々にあったと思うんですよ、私以外も。言わないけど出さないけど、この子こういうとこできるなとか、こういうとこ苦手だなとか。今日はでも、うん、みんなお互いのことをちゃんと認めて、自分以外が受かったとしてもちゃんとおめでとうって言える7人のスタンスになったんだなって喋ってて思いましたね。メンバーさんとかともお話ししてて、やっぱりこう可愛がられるようなタイプな人じゃないから、この他の子たちに比べてあんま好かれてないんだろうなとか、こういう風に思われてんだろうなみたいなことはあったんですよ、自分の中で。でもなんかゲネで話しかけてくれたりとか、本当に徐々に徐々にみんながみんなメンバーさん含めちゃんとお互いのこと理解してね、なんかいい関係になれたなってやっと今日確信を持って言えるようになりましたね。いやでもいいっすね、なんかやっぱいいですね。なんかグループとかピアノやってたりとか、今まで単体で芸能活動とかしてて、まあこれから先ね、いっぱいいろんなことがあるだろうけど、乗り越えて話し合ってなんかわだかまりとかできたら解消してとか、まあ、やっぱグループの活動って単体で今まで味わえなかった幸せとか感動とかがあるんだなって、ちゃんと、まあ、明日本当にそれがね、その感動が感じられるようにパフォーマンスできたらいいんですけど、周りと調和する大切さとか、やろうと思っても簡単にできない、やっぱ今までの
生きてきた人生それぞれみんな違うじゃないですか。私の人生本当にいつも単体だったから、いかにどう人と違うことするかとか、そういうことを考えてっていう環境で育ってきたから、必然的にというか自然とやっぱり自信がなくなってきちゃうんですよ。みんな本当に個性あって可愛くて、こうダンスも上手かったり歌も上手かったりとか、すごいみんな魅力があるから、こう人のパフォーマンスを見てると本当に、あ、自分じゃないな、選ばれるのは自分じゃないなってやっぱ思っちゃうんですよ。みんなそれぞれ多分思ってると思うんですけど、思ってて、そうだけど選ばれる選ばれないとかじゃなくて、みんなそれぞれ自分を探してた感じ。不安は不安特にないと思います。本当に全部楽しいんですけどなんだろう、やっぱり明日が一番楽しいんじゃないですかね。レッスンの時にみんなすごくてこれはちゃんと考えないとやばいなって思って、みんなすごくてちょっとやばいな、はい、緊張は多分直前にするタイプなんで、まだなんか選ばれてるじゃないですか。でなんか何がいいのか全然自分でわからなくて、もうずっとこの顔で生きてるんで可愛いとかも思わないし、これなんでずっとなんでだろうみたいな。でも不安は不安ですよ。間違えちゃったらやだなっていうはあ、かね、最初からなんか自信なくて、でなんか選ばれたからにはなんか自信つけなきゃなみたいに思ってたんですけど、結局最後まで自信ないまま今のところ。怖い、やだ、なんかステージに立つのが怖い、なんか不安ですけど、もうめっちゃ不安、なんか全然困る、明日になってほしくない、もう最後だから頑張りたい気持ちはすごいあるけど、なんか悪いイメージしかありきら、今すごい不安です。でもなんかみんなすごい頑張ってるし、すごいみんな本当に神谷さんらにいたいと思うから、だから誰が選ばれるのかなってすごい楽しみでもある明日だから、みんな頑張るからみんも頑張りたい、全然できないなとかすごい負い目に感じちゃうし、なんかみんなの熱量に負けちゃう、みんなすごいなりたいだろうし、なんか こんな気持ちでここにいていいのかなみたいな、なんかみーはみんなみたいになんか芸能活動とかやってきたりとか、他のオーディションとか受けてきたりとかしたことなくて、本当に初めてだったから、なんかこういう風になんかみんなと一緒に頑張ってこれて、なんか本当初めての経験だったから、なんかアイドルの厳しさとかも分かったけど、なんかすごい可愛いだけじゃなくて本当にかっこいいなって思う神谷の皆さんが、だから頑張ります。とりあえずもう失敗しないようにって感じ、私はもうダメダメ、なんか性格が心配性とネガティブと
自信持てない人で、自分に満足したことないです。なんかなんか昨日のそのレッスン最終リハ見てて、あれ見てる時からめっちゃ泣きそうで、なんか本当に私以外の誰が選ばれてもおかしくないなって思ってて、でもなんか自分の練習したレッスンの動画とか見ると、全然なんかみんなと全然キラキラしてないなって思ってて、なんか自分がここにいていいのかなってすごい思ってて、ボイトレしてても自分の成長感じられないし、ダンスの練習しても鏡見ててもなんか他の人と全然キラキラしてないし、なんかだから明日来てほしくないなってずっと思ってて、なんか選ばれないって思っててもその発表の瞬間って怖いじゃないですか。すごい明日来てほしくなくて、昨日の帰り道すごい泣きそうで、うなこちゃんがそのリハの時に泣いちゃってて、でココちゃんもつられて泣いちゃってて、で私あんまりみんなの前で泣いたりとかしたくなくて、その周りから見られてる時はその悪口とか言われても全然平気みたいな感じで学校でも振る舞ってたし、なんか全然気にしてないみたいに言ってたけど、本当はすごいネガティブだからずっと不安で、だからもう明日来てほしくないなってずっと思ってて、なんかもう明日がみんなで出る最後のステージだからとか、なんかそういう昨日のリハのこととか思い出したりしてもすごい泣きそうで、でもなんか泣いたらなんか自分に負けるっていうか、なんかそういう気がしちゃうからずっと我慢してきてて、自分は成長過程が遅いし、なんか明日その選ばれる瞬間とかが怖いし、やっぱ一緒にの頑張ってきた候補者の6人の人たちが選ばれたらおめでとうって言いたいけど、でもなんかいざとなると多分言えないだろうから、明日本当に来てほしくなくて、なんかどうしたらいいか分からないんです。今